はい、今回は、新人王戦の予選から、ニュー栄光2段対、藤井弘隆さんというんですかね、初段の一局を紹介したいと思います。はい、ニューさんの、黒番です。はい、ニューさんはね、あの女流棋聖戦で、挑戦者決定戦まで行かれましたので、はい、あのタイトルがね、挑戦が近いですね。はい、ニューさんもサンサン好きですね。こちらからの押さえもありそうですけど、こちらの押さえを優先しましたね、今回は。なんとなくかけることができて、うん、調子がいいでしょうかね。切りですか。うん、変わった流れの別れとなりましたね。取るのはこう切りから切りが先手になってこう絞られて、はい、これはこれちょっと白危険でしょうね。うん、どっから打つか難しいですけど、まあ絞りぐらいでも、これはこっちですね。うん、まあつなぎもありますかね。うん、ここちょっと攻めが難しいですけど、これ効きますからね。うん、ちょっと白がまずそうですよね。はい、ということで、こちらに行きました。うん、ただこれは黒の実利が大きそうですね。黒ね、順調に、はい、打たれてると思います。はい、もうこれ切りも狙ってますね。
これはまあ相手取らせて上は厚くしようっていうことですね。大きな地に、はい、なったと思います。うん、ここで居直ろうと結構ね危ない気もしますけど、ここまで打って取りに行こうということでしょうかね。なんとかあれですね、下がりが利きなので、うん、行きましたね、うん、まあ、ただここのあたり持ち込んでるので、ここはね地になりましたから、うん、まあ、意外と損してないかもしれませんね。なんか手をつけてきましたけど、まあ、普通に打っちゃ足りないっていうことですね。まででしたね。はい、これで黒の中押し勝ちという結果でした。はい、非常にねここら辺でポイント取って、あともねこれ生かしてね勝ち切ったのも、はい、強い形勢判断がねしっかりしてたと思います。
はい、じゃあこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。